耳の日の今日、福岡市では難聴の選手たちによるデフサッカー日本代表選手との交流会が開かれました。大丸福岡天神店で開かれた交流会に参加したのはデフサッカーの男子日本代表キャプテンで海町出身の松本拓海選手です。大丸では障害のあるなしなどにかかわらず誰でも快適に使えるインクルーシブな商品を紹介するイベントを開催していて、その一環で松本選手が招かれました。松本選手は手話を使いながら聴覚障害者の国際スポーツ大会デフリンピックが来年東京で開催されることを紹介し、応援してほしいと呼びかけました。